皆さん、こんにちは。仙台新宮整骨院です。この番組では、正確な情報の提供、信頼できる番組作りを目指して制作していますが、症状がある方は、まず医師の診断を最初に受けていただいて、それからこの番組を参考にしていただけるようにお願いします。今回のテーマは、えー、高齢者の膝をマしにする方法という内容でお話をしたいと思います。今回想定しているのはですね、あのー、ご自分のおじいちゃんとか、 えー、おばあちゃんとか、あるいはご両親とか、えー、膝が痛い方、えー、身内で膝が痛い方を少しでもその膝の痛みをマシにして楽にしてあげる方法についてご紹介をしたいと思います。 膝というのはですね、結構治していくのが難しい、あの、部分ではあるんですけれども、まあ、ここでですね、私が患者さんとして接しなければいけないときは、あの、当然治療費をいただいてますので、あの、できる限り、こう、いい状態を目指さなきゃいけないわけですけれども、まあ、身内ですね、自家用、ご自分の、あの、ご両親、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんをやってあげるということに限定して考えれば、やってもらう方もそれほどは期待してませんよね、ご自分の、えー、孫、 子がやってくれるんだ自分の娘息娘息子がやってくれるんだっていうふうに考えればまあやってもらう方もこっちにそれほどは期待してませんし、えー、やってあげる方もご自分の身内なのでま痛、あ、くしてしまったらどうしよう文句言われるんじゃないかとかそういう心配はあんまりしなくていいですよね。そういうふうに考えればあのすごく良くするっていうところに目標があるんではなくて少しでも良くする。 1>, 1割でも2割でも3割ぐらい良くなれば万々歳。それぐらいに考えれば、あの一般の素人の方でも、あの、その膝を良くしていくことは可能かなというふうに、えー、今回考えまして、今回はその方法をご紹介したいと思います。モデルになるのは、えー、私の、えー、母ですね。母もモデルにして、こういうふうにやると、えー、その腰をましに楽にさせてあげる。 こととができるんだよという方膝をですね、あの、良くしていく、ましにしていくには、まあいろいろ方法はいくつかあるんですが、一番あの大切なのはこの腰の部分ですね。腰の部分を操作することで、膝を良くする。これが一番根本的な治療に近い形になります。 幸いですねこの高齢者の方というのは腰がこういうふうに後ろ側にこういうふうに結構曲がってしまっている方が多いと思うんですがあのこういうふうに曲がっているとですねこれあの施術をしやすすいんですね若い方っていうのはここまっすぐになってますのでここがまっすぐになっていて筋肉もしっかりしていますのでここの 触りたい目的とする場所になかなかこう触りにくい特に一般の方は触りにくいんですが、えー、ある程度あのと年になってくるとこういうふうに腰が曲がってきますので腰が曲がってくるとこう触りたい目,目的とする場所が後ろの方にこう出てきてくれるわけですね。出てきててきくれている 姿勢になっているわけですねで。こういう姿勢になっていてくれていると、その触りたいところに比較的こう手がこう届きやすいので、割とやりやすいのではないかなというふうに思います。触る場所は腰、腰椎なんですが、腰椎のやや上の方、背中のちょっと下ぐらい、このあたりに施術を加えることで、 膝をましにする方法です。どうしてこの辺かというと、膝に行く神経というのは、腰椎の割と上の方から出てるんですね。目標としては腰椎の1番、2番、3番ぐらいのあたりのこの横、腰の横のところを触って腰をましにする方法を今からご紹介します。 それではあの場所を変えまして今回はあの私今実家に帰ってきてるんですけれどもあの実家からあのお,お伝えしたいと思いますが私の母ももう80個してますのでまあ体はいろんなところがこう具合悪いというところはあるんですがあの高齢者になってくると多い問題はまず一つは腰ですよね。で腰と膝というのは連動していますので腰の具合が悪くなってくるとひ、えー、の の調子も悪くなってくるという方が非常に多いです先ほど私膝を腰をマシにする方法っていう風に言ってあれと思ったこと思った方いらっしゃるかもしれませんけれどもあの腰と膝というのは連動していますので、えー、今回のお話は腰の部分に施術を加えることで膝をマシにする方法です今回の方法は注意点が二つあるんですが一つは、えー、調子が悪い方の腰と膝 それが動にあることこれはあの今から実際にデモでご覧いただく中で説明していきますが必ず同側にあることですねこれが条件の1ですねで2つ目はこれ非常に大事ですが今から触っていくのは腰の大突起っていう腰の横についている小っちゃな骨の部分をこう触っていくんですがこの骨というのは非常に折れやすい骨なんですねあの高齢者の場合は特に骨折の可能性が危険がありますので決して力を入れない そーっと触れて,触れておくだけ本当にそーっと手を当てているそういう感覚で進めていきますのでこの2つに注意してこれからのビデオをご覧ください。えー、それではですね、えー、モデルが登場しましたので今から私が実家に帰ってくると、えー、母にやってあげる、えー、膝をましにする方法。腰を 腰に施術をすることで、膝を増しにする方法をご紹介したいと思います。最初のあの注意点の一つ目ですね。この方法が適用になるかどうか。というのは悪い。腰側と調子が悪い。膝側が同側にあること。これ、あの調子が悪いというのはですね。まあ,あの必ずしも自,自覚症状なので。あの。 腰に関しては当てはまらない場合があるんですが、膝に関しては大抵左が悪い、あるいは右が悪いって分かってると思うので、見方としては、母の場合は右の膝が調子が悪いんですね。それで、この腰の状態を見ていただきたいんですが、右膝が調子が悪くて、右の腰のこの辺と左のこの辺を比べたときに、 こっち側により、こっち側に出っ張りが出っ張っている。ここ,こが出っ張っていて、右膝が調子が悪い。これが一致するときに、今回の方法が適用となります。これが一致しない場合は、今回の方法は使えないので注意してください。よくこう見ていただきたいんですが、こっち側の この左腰のこの辺はここがちょっとのっぺりしている感じちょっとビデオなので見にくいかもしれませんけれどここが薄い感じなんですねでこっち側にこう来るとこっち側の腰はこうボテッというふうにこうちょっとこっちに比べると明らかに大きいこの辺になんかこう塊があるような感じがする書きますがこういう。 この辺ですね。腰も下ではなくて上の方1番2番3番辺りの部分が大事なのでこう比べた場合にこっちよりこっち側がこう大きくなっている、うん、今回の場合はこことこの膝の症状が一致しますので適応ということになります今から実際のやり方に入りますけれども腰が こういういうになっているとですねあの、もちろん腰が調子が悪いっていう場合ももちろんあるんですがこうなっていて膝の症状もあるという場合は必ずですねこの部分膝肉に行く神経っていうのは腰椎の上の方1番2番3番のす、えー、体の横の方から出るんですがこの部分出た部分でのその神経の公約ですね ここの部分の筋肉がこう緊張していてこれが腰から出たこのペンが神経だとするとこの神経をここの硬い筋肉がこうぐッと押さえつけ締めつけてしまっているこの状態が膝の不調につながりますのでここの部分の筋肉を緩めるということになります。でじゃあ神経はどこから出てくるのと言いますと。 真後ろではなくてこの大突起のすぐ横あたりから出てくるんですねなので触る場所はこうやって触っても効かないわけですその神経が出てきてる周りの筋肉の緊張を取りたいので触るのはこの横の方を触っていくということになりますただこの時に先ほど言いましたがこの大突起というのは非常に折れやすい骨なので決して力を入れない 当てるという点に十分注意して触ってあげてくださいでは今から触っていきますなかなかどこというのはわかりにくいと思うので大きく触ってくださいこのあたり腰より腰のここが一番下腰の五番という骨ですがそれよりもうちょっと上なのでこのあたりをこう広く触る広く押さえる で横を押さえるってことですねでこう触るとですねこれあの今まで何度も言ってきてますが触診がすごく大事になってくるんですがこっち側をこう横から押さえた時のこの感覚とこっちの問題がある方の腰をこう横から押さえた時の感覚っていうのは全く違うんですねこの違いが分かるかっていうのがまあ一つのポイントになります。 ますぐにはわかんないかもしれませんが、こう比べて練習していくと、あれだけにここ熱いじゃんという感覚がわかるようになりますので、そういうのがわかるようになると、より効果的にこの方を使っていくことができるようになります。もう一度触りますが、力は入れませんね。あくまでもこの腰の横、凹凸器が、神経が出てるあたりのこの辺の筋肉を 緩める目的でこの辺りをそっっと触っていきますこんなんで緩むのって思われると思いますが筋肉というのはこういうふうにそーっと触っているだけで自然に緩んでいくんですよね。なのでこう揉むとか押すじゃないんですよ。あくまでも触っていてここが緩んでくるのを 待つという感じですでこれぐらいになってくると、まあ、私がやったとして最低56分はかかるんですね。なので初めてやる皆さんが同じ時間では当然できませんので、えー、15分20分ぐらいもっとそれ以上かかる場合もありますがでそーっと、ま、押さえて待っていると必ずここが 緩んできますのであここがちょっと柔らかくなった指先で感じるんですよさっきと比べてあ、この辺がちょっと手が入るようになったこういう感触を指で感じられるようになるまでそーっと触るというのを続けてみてくださいでここがあちょっと緩んだなという風にご自分で感じられたら ここで一回確かめてみるんですねちょっと立ち上がってみてちょっと歩いてみて立って立って歩いてみて立って歩いてみて膝の感じはどうまだ変わらないはい、座ってあまり変わらないはいで今あんまり変わらないって言いましたのであんまり変わらないっていうのは まだここは足りてないといととうことですねなのでこれを同じことを繰り返してここ緩めるきちんと緩める緩んだなと思ったら今と同じようにもう一回確認してもらうここがちゃんとある程度緩めば膝の症状っていうのはその分必ず楽になりますのでそれが楽になったとその 相手が感じるるようになるまでここの作業をするとということになります。あまりあのいっぺんに長くやってしまうとですねどうしても疲れてしまうのでまあ最初はですね、うんまあ、最大でも15分ぐらいをめどにやっていただいてあのその1回でうまく直そうと思ってもなかなかうまくいきませんのでこのまずはこう触診の触り方ですねそれと当て方。 当てた時にあ緩んだというこういうううこ感触を自分で得られるようになるとこの症状っていうのは変わってきますのであのちょっと練習していただいて、えー、何度もやっていただくと必ずこれ効果が表れてきますので是非今回は、えー、身内の方ご自分のおじいちゃんおばあちゃんとか、えー、ご両親の膝の状態を少しでもマシにする方法を今回はご紹介しました。 まあ、ある程度こう年齢の方の膝というのはですねあのお医者さんとかに行ってレントゲンを取ると膝のあの骨がすり減っているとかあるいは関節と関節の間が狭くなっているからまあ年なんですよというふうに言われてあの我慢してらっしゃる方諦めてらっしゃる方っていうのは結構いらっしゃると思いますしあとは足が悪くてなかなかこう治療にも行けないという方も多いと思うんですが。 あのとりあえず膝自体が加齢に伴って悪いというのは置いといてですね膝に走行している神経のことを考えると膝周りに通っている神経っていうのは腰のこの上の方ですね1番2番3番腰水の1番から3番ぐらいの間から出てますのでこの神経の出口のところの締め付け公約によって 膝,が膝の調子が悪いこういう状態になっている方というのは若い方からお,あのお年寄りまで必ずここの影響というのはありますのでここの状態を少しマしにしてあげるここの締め付けをあの緩くしてあげると膝の状態というのはその分あの改善していきますのであの膝で 困っていらっしゃるおじいちゃんとかおばあちゃんとかご両親をお持ちの方は、ぜひ今回の方法を試していただきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。参考になったなという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。